どうも、しっせよ、秋田市ラジオ TV。 今回はラーメン二郎千葉店さんということで、あら、やっと行きました。やっと行きたんですね、千葉二郎さんです、うん。千葉駅から行ったんですけども、うん、一番の最寄り駅はですね、これ吉川公園駅というモノレールになるんですね。いろんな駅使えます、で昨年6月2日にオープン、これ大宮公園駅前店とはですね、3日違いで、まあ、先に開店したんですけど、本当は去年4月にオープンするはずだったんですね。あ、なるほどね。本当だったらだからもう1周年のはずなんですけど、まあまだ10ヶ月という感じで、メニューはなんとラーメンしかなく、サイズを変えるか、まあ、豚を増すかのみになってます、すごいシンプルっすね。シンプルだね、でもちろんの大豚ダブルを選んでおります、はい。でこれが実はですね、実は一癖あるんですね。あら、なんだ。はい、後ほど見ていきましょう、というわけでまずはこちらです、出ました、二重の器です、旧小金井、街道二郎ぐらいの、森ですね。あそこも二重にしてくれましたね、野猿とか、はい。上からね、油の量がこれ甚大ですね。すごいですね、唐揚げみたいですね。唐揚げ、確かにちっちゃめのやつがポンポンポンと乗ってるようなイメージにもなりますが、油ですね。そしてですね、ちょろっとこう、見えてますよね、あ、こんなもんかと思ったじゃないですか、違うんです、野菜の下に思い切り敷き詰められているんで。あ、敷き詰められてるんですか。はい、まだまだ後ほどですけども、そしてニンニクがですね、平均よりちょっと大きいんですね、どんな、一杯になるのか楽しみな着丼をしておりまして、この方と一緒に行っております。リロイさんだ。そうなんです、リロイと一緒に行っておりますよ、ということでいただきます。さあ、出ました豚です。熱豚なんですねいや、これは熱いですよ。これね、もうドロップキックを口の中にも放り込まれてる。いきなり来ましたわ、本当に。違う二郎で言ったらですね、新潟に一番近かったかな、千川というよりは。新潟ですか。新潟二郎にちょっと結構近い、インパクトがありました、はい。ただ豚肉の値段高騰してるんで、二郎で豚ダブルできるとか結構少なくなってきてるんですね、はい。なので、千葉二郎というのはこのダブルができるという意味ではレアな二郎です。なるほど。メニューはまあ少ないんですけどね、で、スープ見てください、沖縄何かと思いましたね。いろんなタレが出ますね。チュラ汁です。チュラ汁、はい、チュラ汁ですね、これは。美しい非常にライトですけども、なんかね、初期は生姜の風味強かったっていう意見もあったんですが、個人的には全然感じなかったかな。なるほど。もうほぼ感じないぐらいの、すっきり醤油で、さあ、そして油ね、盛られた油ですが、これね、油かけた後に返しもさらにドパッとくるんで、なるほど、まあ、ややしょっぱ油となってますね、はい。どんどんいってるお野菜ですけども、まあ、標高高いように見えますが、豚の上さらに乗せてるんで、より一層高く見える、ね、基礎があったのね。基礎が、はい、基盤が高いんで、はい。で、前が見えましたが、マシマシの影響絡み合わせになってますが、この時点でリロイさん、なんともう麺半分以上終わってますね。早いな、とてつもない人なんで彼、さあ、そして麺ですね、これメニューは非公開です、はい。赤星スキャンによると小2号第500ということで、店主さんがね、西台の二郎にいた方なんですね、なので麺量もしかしたらそれを参考にするとこれぐらいかなと。あ、なるほど、はい。で、太さ、まあ、やや細パキポキ麺、これ言えばですね、さらにここから固めコールもできますよ、はい。で、まあ、500と書いたんですが、ちょっとね、これ600あんじゃないのぐらいの。もうスキャンブレてんじゃんいや、でも早い、食べてるうちに、ちょっとすごい量だな。二郎の中でもこれ結構上位に来る麺量だと思った。なるほど、あ、もうすごい横から撮影をされておりますが、彼はもう完食しております、あ、もう余裕涼しい顔ですね、からね、閉店前にね、店内余裕あったんでね、ちょっとずっと座らせていただきました、はい。さあ、食い終わった横でようやくニンニクを入れるというね、しっかりとしたマシマシ量のでございましたね。香りもすごくいいですよ。で、これね、辛すぎない平均ニンニクということは、立地的にもこれ千葉県産ニンニク使ってんじゃないかなと。千葉のニンニクはどうなんですか。千葉ニンニクは僕のイメージだそうです、はい。さあ、ね、しょっぱレベルを確認していきますが、これがね、4点。あら、しょっぱい、ちょっとこう、
いやまあそうだよ、軽減だよ、隣でこんなんされてもな。で、ちょっと思ったんだけど、やっぱね、他の二郎系で使う醤油と FZ 醤油全然切れ味違うなっていうね、堪能できましたね。なるほど。でね、スープがライト系でもですね、うん、FZ 入れることによってね、うん、かなり基盤を変えるぐらいのしょっぱさになりすぎるんで、ほうほう、ちょっと様子見ながら入れてくださいね。はいはい、はい、そしてここからですね、緊急事態です。あ、二郎ばっかだ。うわー、やばいっすよこれ、見てください、うん、さあ、そしてさあ来ました。ね、豚がここで3枚も残ってる。おっと、3匹の豚。ちょっとムカつく豚を選んでみました。ムカつく豚のプリがあったんですね。さあ、まずは1個目一口いきます。いや、これはちょっとね、いや、もう一口目はね、思い切っていかないとやばいと思って、うん、さあ、2枚に行きました、うん、ねえ、あー苦しそう。これね、こんな苦戦したのはね、足立区にあった麺どころもりもりさん、そして新橋の麺屋味方さんのファイナル豚、それを彷彿とさせる。ちょっと若尾さんの思い出は分かんないですけど、一昨年かな、一昨年。そうなんですね、はい、なんとかホワイトペッパー豚にしてですね、満腹をごまかしながら、配分ミスですよね、もう本当に。つまり6枚入ってたということなんですね。なるほど、はい。で、小サイズでダブルにした人も撃沈した寸前だったという投稿もあったんで、うん、かなり慎重に選んでください、うん、というわけで僕はダブルを堪能させていただきまして、ごちそうさま、はい、ということですね。さあ、大体プレゼンマシマシのマシマシレベル豚肉110、マシマシレベル94となっております。いや、やられましたよ千葉次郎さんね。そうですね、やっぱあんだけ6枚あったらそれそうか。いや、そうですね、6枚。いや、だからここ最近の次郎ってやっぱりね、うん、フードロスとかを気をつけるために、うん、マシマシをしないとか、はいはい、燃料ちょっと減らすとか、うん、結構増えてきてらっしゃるんですけども、はい、千葉次郎は往年の次郎の森というか。なるほどね、しましたよ。で、僕は、これにて、うん、千葉次郎ってことなので、サイドですね、うん、全店制覇ということになりました。あ、なるほど。大宮と千葉行ってなかったんで、新店を行ってなかったんでね。いやー、ごちそうさんでしたよ。あとね、あの中村陳介さん、うん、吉本の先輩が一応助手さんとして働いてらっしゃるんですけど、はい、今ちょっと中村陳介のモノマネされてる、はい、今ガチでプロレスの武者修行をして、あ、ちょっとアメリカ行っちゃってたということで出会えなかった。え、中村陳介じゃん、もうそれは。いや、陳介です。もうそれは中村陳介じゃん。だからそこまでもうモノマネに力を入れてました、ただ帰ってきて2週間は隔離ということで、すぐには出れないらしいんでね、うん、そんなパワフルな千葉次郎さん、皆さん見ていてください、うん、はい、ごちそうです。Thank you.